さん、こんにちは。ホタテです。今回はね、そのまま、パート34を撮っていこうと思います。あのね、なんて言おうと思ってたんだっけ。あのね、新しいところに行くまでスターが90個必要なんだけど、まだ80人しかないので、今回は多分新しいところには行かずに、新しいところには行かずに、どんどん彗星とかね、隠しスターとかを取っていく回になると思います。ということで今回は、遥かなる大滝ギャラクシーにまず行こうか。じゃあ、遥かなる大滝ギャラクシーの、隠しスターをやってみましょう。行くぜ。遥かなる大滝ギャラクシー、駆け上がれダッシュを知るところに隠しスターがあるので、ここもコインチコだった気がするな。確かそんな気がする。まあとりあえずどんどんいろいろ確認してったり、コインをどんどん取ってったりしましょう。はい、コイン取ること大事だね。そしたら、じゃあ今回はもうタイムアタックじゃないのでゆっくりいけるね。こいつらは踏みましょう。踏めばコインになるので確かコインチコだったと思うので、どんどん踏みましょう。あっ、よし、 OK。 どんどんね、今回はコインを取ることを重視でいきましょう。で、こいつを取ってく。 OK。オッケー。で、コイン上の方にはないだろうから。じゃあ、あれ取ったらコイン出てくるか？これ。結構いい感じ。結構いい感じ。たくさんコイン取れた。多分今ので足りるっていうか、あれぐらい取っとくわ。まあ、マリガラ2はね、そこまで全部コイン取らなきゃコインチコできないっていうほどではないから、多分今ので足りると思う。結構取れたからな。おっ。おっ。で、なんかいろいろミスった。おっ。よし。こっちの方ではコイン取れるっけ？こっちの方には何があるんだっけ？いや、たぶんそこ行かなくても足りると思う。なんかめんどくせえからな、あれ。じゃあ行くぜ。コイン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 コーインコイン何個必要になるかな今回。今30何個か持ってるけど、ここにいるんだよ。し、覚えてる覚えてる。何個必要？ブブブブ、僕お腹すいた、コイン大好き、ねんねんコイン30枚くれない？コイン30枚食べたら返信あげれる。オッケー、30枚足りる。いいね、ありがとう、いただきます。行儀がいいね、ちゃんといただきますって言ってから食べれてるのね。来た来た来た、俺がいっぱい。じゃあ張り切っていってみよう、返信。オッケー、まだパート32の頃から続けて撮ってるのに、ちょっと喉もね、ちゃんと変にならないように気をつけてますが、新しい星が生まれた！いいね！このコインチコ系はいいね、新しい星が生まれるから、もうやったことのあるギャラクシーではあっても、新しいところが探検できるからいいね。オッケー、ということで、今後に行きましょう。どんな感じになってんのかな、ここは。BGM はその、お、なんだこいつ。初めて見るぞ、このキャラクター。なんだ？かわいいな。初めて見るぞ。新登場。ここまで来て新登場の敵キャラがいるわ。へぇー。おい。あ、こいつらがシルバースター盗んでったから、こいつらのシルバースターを回収しろと。オッケー、わかりました。じゃあ、シルバースターを持ってるやつたちをどんどん、こうやって、食っていけばいいんだね。わかりました。楽だね。そしたら。はい。はい。あ、一瞬で二つも。あ、いた。なんか食らったんだけど。食らうんかい。なんか可愛いな、あいつ。なんか可愛いな、あいつ。
あわわわじゃないよ。おら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 。あ、なんかあのコインとか見つけたら盗むんだこいつら。そうだよね今。いて。わかったよ。スター取りに行くよ。こっちじゃなかったスター。こっち。こっちだスター。オッケー。じゃあスター取りましょう。はい。簡単だったね。やっぱり。結構この隠しスターで、そのコインチコとかで出す系は簡単なやつが多いね。あれおかしいな。パート31とかその前に、ちょっと前のところに戻って猿のゲームとかやった頃はすごい難しかった気がするんだけど、今回、このパート32からやってるやつは結構楽なのが多いな。結構どんどん集まっちゃうな。とりあえずまだ録画は 6分44秒ということで、どんどん。どんどん先の方に行きましょう。遥かなる大滝も王冠がついたので、こいつも、あ、王冠がついてるのはもう見えるんだね、王冠が。そこ見なくても。じゃあ、あれ？じゃあもうここら辺全部、王冠。あ、あとここが、まだ、流れ星がついてないから。オッケー。じゃあ、クッパの溶岩帝国の彗星を、やりに行きましょう。クッパの溶岩帝国。あれ？ギャラクシー1では、確かあの、クッパステージって、あの、コメット行かなかった気がするけど、今回は行くんだね、コメット。タイムアタック、溶岩上に残されたさ。タイムアタックか、今回も。また。まあ、大丈夫だろ、タイムアタック。多分困ることねえだろ。あ、こういう系か。うわ、難しかったやつだ。あの、別のギャラクシーでやったよね、こういうタイムアタック。結構難しかった。クラッシュバンディクみたいなやつだ、これ。クラッシュバンディクのタイムアタック思い出すやつだ。うわー、これ、こういう系か。これは難しいかもしれないな。早く、早く、早く。はい。OK。で？あー、ちゃった、ちゃった、あー、取り損ねた。見てなかった。まあいいや。ちょっと、ちょっと、ちょっと。今回は取り損ねない。OK。OK、大丈夫、大丈夫。今のところ大丈夫。1個取り損ねたから、これ、後でちょっと痛くなってくんじゃないかな。響いてくる気がするな、後で。ほっ。ほっ。こいつを取って、こっちに行って、こっちに行くでしょ？で、こいつを倒すでしょ？で、倒したら、これが出てくるから、これで飛んでいくでしょ？で、あーと、で、あれをと、この BGM がまた焦るな。これを、オッケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、こう、下を抜けてって、こっちに行くでしょ？で、こいつ取るでしょ？で、こう行くでしょ？こう行くでしょ？とりあえず、下を抜ける。おう！オッケー。で、クッパとも対戦しなきゃいけないのか？これ。あ、クッパじゃなくてミニクッパだっけ？あ、ここクッパだっけ？あ、ここワールド2だからクッパか。あ、まだ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 、まだや。まだ行かなきゃいけないんだ。もうなんか安心しきってたよ、ちょっと。大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫。おっ。で、こうやって。で、こうやって、こういくでしょ？で、こっちに行って、あー、こいつか、これ、結構、もう結構もどかしいんじゃねえか、これ。床が動くのを待ってなきゃいけないからな。こいつを取って、こう。で、このまま行くぜ。あ、まだ、またここ待たなきゃいけないんだな。もどかしい。この動く床を待たなきゃいけないやつ、もどかしいな。レーザーのところ最初食らった気がするな、最初にここ来たとき。OK! あ、なんだ、余裕やん。あれなんで最初のギャラクシーの、あそこ最初のギャラクシーのタイムアタック、あんなに俺、ミスったんだ。なんか簡単だったぞ。いろいろミスったと思ったら簡単になんかクリアしちゃったけど、OK。じゃあクリアできました。じゃあ次に行きましょうか。
オッケー、そのまま勢いでいくぜ。オッケー、いいね、なんか楽だった、結構。すごいな、なんか2ヶ月ぶりにやってる割には結構なんか順調やな。じゃあここの彗星、ビッグツリーは何も来てないから何もできないから、とりあえずここの彗星に行きましょう。オッケー、クラウドギャーデンギャラクシーの彗星をやってみましょう。 BGM が綺麗なとこやね、懐かしい、どんどん懐かしいとこやってってるね。オッケー、いいね。じゃあここ、あ、こっちだ、空中庭園の黒い影、あ、ストーカーや、ストーカーで、でゃうわ、なんだこれ、なんか、あ、ピュンって出てくる床か、これデザイン変わったな、ってことは。おー、オッケー、じゃあとりあえずこれ、こいつを取っていこう。あ、えっ、ちょっと、あ、こんにちは。こいつらあれだから俺がゆっくり行けばゆっくり来るね。オッケー。だからそんなに焦らなくて大丈夫。一つのところで止まらないようにすれば。うわ、めっちゃ多いな。何人出んの？何人出んの？出続けんのこいつら。めっちゃ多くねえか？あれ？あ、終わっちゃった。終わっちゃったよ。なんだ、面白いと思ったのが終わっちゃった。めっちゃ出たな今。あんなに出るもんか、ちょっとびっくりしたわ。まあいいや、楽だったな。そしたら、あ、ここでも出るんだね。まあでもこうやってね、焦らずゆっくり行っても止まりさえしなければ大丈夫だからね。止まりさえしなければこうやってねゆっくり行っても大丈夫だからね。はい、あ、こっち？わかりました。うい、うい、うい、楽。あ、ついてくる。こいつらついてくる。あ、やばい。おー、大丈夫、案外大丈夫だった。落ちると思ったけど、てか今落ちるところみんな真似してたよね。あれ、ついてきてる。あ、じゃこれは回転しながらこれやって、あー、オッケーオッケー。なんか俺食らった時なんかみんな食らってたね、食らうの真似してたね。オッケー、ということで、ここのスターも取れました。結構素早かったね、そこまで難しくはなかったね、ちょっと焦ったけど大丈夫大丈夫。オッケー、落ちると思ったけどね、落ちなかった、落ちなかったから結構楽々クリアできちゃった今回も。ということで、クリアタイム1分46秒、空中庭園の黒い影のスターを手に入れました。ストーカー多かった、めっちゃ今回たくさんストーカーいたよ。なんだよ俺、 JK かよ。なんか JK になった気分だわ今。はい、核材、あ、核材木材についに来た、やっと来たよ核材木材。ずっと前からね、あ、核材木材来ないなーって思ってたからね。じゃあ核材木材ギャラクシーの、彗星 やりに行きましょう。 OK、 彗星スター、やりましょう。オッケー、いたずら彗星出現中、秘密の部屋のパープルコイン。今回ね、俺がこのコメット系でいいなって思うのは、マリオギャラクシー2のコメットは結構ね、1と違って新しい要素がたくさんあるんでね。1は結構もうやったところの縛りプレイって感じだったけど、今回うわ、ああ、パープルコイン、うわあ、なんかきつそう、今回。これ、むずそう。むずそう。こういう系きついからな。1分で。うわあ、こういう系か。しかも、こいつらいるし。じゃあ、こっちから、こういくでしょ？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 このルートちょっと、ミスった気がするな、ルート。全部取らなきゃいけないのか？ちょっと取り損ねたやつあるから。よし、大丈夫。取り損ねたとは言ったけど。あ、あ、あそこに取り損ねたやつある。おっ、大丈夫。オッケー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 。あ、楽だった。
めっちゃストーカー多いけど楽だった。しかもすんごいスターピース。おー、めっちゃスターピースだらけ。オッケー、めっちゃスターピース手に入った。うわ、楽だったな。楽だったな今回。はい。ということで今回の動画3個目 ?3 個目かな今回。3個目か4個目のスターを手に入れましたか。楽だった今回。追ってきてることをね、ちゃんと気をつけて、同じところに2回行かないように気をつければ全然。にしてもストーカー多いな今回。今回 JK 回だわ。俺 JK だわ。めっちゃストーカー多いわ。で、あ、ここにも。じゃあ行っちゃうか、レッドブルーパネルの、水星も。いいね、どんどん水星、いろいろいける。いいね。じゃあ、レッドブルーパネルの水星行きましょう。よーし、ここ。オッケー、レッドブルーパネルギャラクシーの水星。いいね。どんどん水星来るね。水星も楽しいね。オッケー。パタパタパニック、コイン、コイン。またなんか、もしかしたらパープルコインかなんかをたくさん取らなきゃいけないパターン。あ、パープルコインだ。これもタイム制限ついてるとしたら結構難しいかもしんないな。どうだろう、前回簡単だったけどな、難しいと見せかけて。それだ、やっぱり、タイムアタック、タイムついてるやつや。大丈夫。大丈夫。あー、危ない、危なかったけど大丈夫。大丈夫。大丈夫、焦らなければ大丈夫。こうやって取って、こう行くでしょ、で、こっちに。オッケー。ほっ、あー危ない。おっと、結構危なかった。で、ここ。オッケー。フリップパネルの操作割とうまいと思うから、俺。ここ、多分ね、まだ時間どうなるか分かんないけど、多分大丈夫だと思うんでね。多分きつくないと思うんだけども。まあ、冷静にやれば大丈夫な気がするけどね、そんなに急ぐ必要なさそうな気がしますけども。どうでしょうね。多分大丈夫だけど。でももう2分。まだ31個しか取ってないのに、3分の1終わっちゃったんだよな、タイムが。オッケー。あぶね。大丈夫かこれ。ちょっとタイム的に危ない気がするけど、大丈夫か。うん。あぶね。時々スピンがちょっと遅れるんだよな。オッケー。こういって、こういく。で、こいつを、これを取る。オッケー。で、こっちに来て、こっちに来て、こっちに来て、こういく。オッケー。いいね。で、こういく。オッケー。スムーズだけど、間に合うかな?結構時間も押してき、あー、ミスった。おーっと!大丈夫!大丈夫だけど、ちょっと時間食っちゃったな、今ので。ほっ!こう行って、こう行って、こう。あ、でも大丈夫そうだ。こう行って、ミスった!うわー、ここまでうまくいってたんだけど、ミスっちゃったわ。ミスっちゃったわ。あらー。あらー。まあ、大丈夫だろ。おっと、あっちょ、今のワンマンの動きおかしいだろ。今のワンマンの動きおかしいだろ。絶対落ちたと思ったのに、ワンマン。まあまあ仕方ない。こっちにいるでしょ。で、あー確かに。あー確かにとしか言えねえわ、もう。あー、そういえばな。ボンミスが多いな。こうやって回るでしょ。で、あ、あー
ちょっと集中じゃねえな。まあいいや、こういう風にスピンして危ないから、あマジで、まずですね、まずこれを取ります。このパープルコインを取るでしょ。で、ここにジャンプして、このパープルコイン取って、こっちにジャンプして、このパープルコインを取って、こっちにハーパ飛びして、このパープルコインを取って、こっちにジャンプして、このパープルコインで回転して、で、こっちにハーパ飛びして、あボンミスじゃねえか。まずはですね、このパープルコインを取ります。で、ここに幅飛びするでしょ。このパープルコイン取って、ここに幅飛びして、このパープルコイン取って、ここに幅飛びして、ここのパープルコイン取って、ここに幅飛びして、このパープルコイン取ったらジャンプして、回転して、で、こっちに回転、まずね、このパープルコインを取ります。で、ここに幅飛びして、このパープルコイン取って、ボンミスボーイ、おい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 、まずですね、このパープルコインを取って、ここに幅飛びしてから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 、このパープルコインを取って、ジャンプしてスピンします。で、ここから今度こっちに幅飛びして、このパープルコインを取ってから、あそこに集まってるパープルコインを取りに行きます。で、この1アップを取ってからこっちに幅飛びするでしょ。で、ここでジャンプ&スピンしたら、この2つのパープルコインを取ります。この2つのパープルコインを取って、待ち終わったらこっちの方に行って、この2つを取ります。で、幅飛びして、こういう風にスピンして床を出すでしょ。で、またジャンプアンドスピンして、で、またジャンプアンドスピンして、ここを出してから、今度電撃をこうやって越えてから、またスピンしてこうやって出します。で、この2つを取ったら、また幅飛びして、この2つのパープルコインを取ってから、こっちの方をスピンで出して、で、また幅飛びして、こっちの2つを取りに行きます。こっちの2つを取ったら、また幅飛びして、あっちを取りに行ってから、今度ジャンプで、後ろに行きます。で、そしたらこの2つを取って、ここを登ります。ここを、登り終わったら、このたくさん集まってるパープルコインのところを取って、で、その後幅飛びして、で、スピンして、こっちの方出してから、ワンマンが来るので、ワンマン一旦避けて、で、この最後の1個取りに行って、で、こういう風にジャンプします。で、ジャンプしたら、こっちに集まってるパープルコインをたくさん取りに行って、こっちに行くんだけど、またワンマンが来てるので、こうやって、ワンマンを落としておいてから、また、取りに行きます。で、またこっちに出て、で、なんかワンマンがまた変な動きしたから、こっちの方に来て、で、またこっちに来て、で、またこっちに来て、ワンマンを一旦落としてから、こっちに来て、こういう風に来て、で、ジャンプして、こっちの方のパープルコインをどんどん取ってるんだけど、ワンマンがまた来てるので、ワンマン一旦落としてから、こっちにまた戻って、で、こうするでしょ。で、幅跳びで一旦こっちに戻ってから、こういう風にやると、こういう風にやるでしょ。で、日本語になってないけど、たくさんパープルコインを取り終えたので、ここで集まってるパープルコインをたくさん取ってから、こういう風に回ってから床を出すと、こういう風にここに4つあるパープルコインを取ることができます。そのまま幅跳びでこっちの4つのパープルコインを取ってから、スピンでここを出して、また4つあるパープルコインを取ります。で、ここの4つのパープルコインを取ってから、こうやって幅跳びして、こういって、で、また幅跳びして、最後の1個を取って、スターが出てくるでしょ。スターが出てきたら取りに行きます。 OK、 ということで取れました。 OK、 なんか思ったより長い時間取った なんかかかったな。なんかいろいろね、なんだろうね、多分急ぐ必要なかったと思うんだけど、すんごいなんかボンミスが多かったな。ボンミスがすんごい多かった。うん。難しかったってわけじゃないと思うんだよな。難しいわけではなかったと信じたいが、ボンミスが多かったがために、たくさん時間がかかりましたが、とりあえず、ギャラクシーコンプリートしました。ということで、あ、スライダー、あったなぁ。ビッグツリーギャラクシーの彗星とか楽しそうだなぁ。まあ、とにかく、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。いくつスター取れたかなぁ、わかんないけど、ちょっとね、なんかもう、いろいろ疲れたなぁ、今の。まあ、いや、とにかく、見てくださった方ありがとうございました。パート34はこれで終わりにしたいと思います。次、パート35でまたね、どんどん進めると思います。ちょっと、はい、わかりました。さっきのギャラクシーは大変だったね。よくやってくれたよ。いいかい、あんたがパワースターを集めてくれているのを私は本当に感謝しているんだ。これだけは覚えているな。あ、それだけですか。わかりました。あ、どうでもいい。はい。今回はこれで終わりにしたいと思います。次、パート35で会いましょう。オッケー、ということで、はい、はい。今87だから、88、89、90と3つ取ってから、新しいギャラクシーいけるだろうから、次回で新しいギャラクシーが出てくんじゃないかな。ということで、
ということで何か言った？めっちゃ言ってんな。俺の二大口癖が多分ということでと OK だからね。 OK じゃあ終わりにしましょう。終わりにします。終わりです。これで終わりです。なんでまだ見てんのこの動画。終わりだよ。終わり。はい、終わった。終わったよ。何やってんの。終わり。はい、終わり。はい、終わり。